東京タワーの大東社が今日1億7000万人を達成し、記念のセレモニーが行われました。午前10時過ぎ、1億7000万人目となったのは宮城県富谷町の会社員、平野志賀子さんと吉田美香さんです。2人は会社の同僚で、休みを使って上京し、昨日宿泊したホテルから見えたタワーの景色に惹かれて訪れました。スカイツリーも人気ですけど、やっぱり昔からある東京タワーいいなと思って。東京タワーの年間来島者数は増減を繰り返しながら、2006年からは5年連続で300万人を超えていました。しかし東日本大震災と原発事故の影響で、11年度は241万人に減少、外国人観光客をほとんど目にしない時期もありました。このような状況も、去年は韓国や東南アジアを中心とした外国人観光客や修学旅行生が戻り、東京スカイツリー開業の相乗効果もあって、前年度から2万人増加、徐々に回復傾向にあります。一つは港区という東京のど真ん中にあるということで、360度景色が眺めることができるということと、東京タワーと一緒に自分の人生が重なってきたという方たちも大勢いらっしゃってですね、今でも多くのファンの方に親しまれ愛されていますので、東京タワーだけじゃなくて、東京タワーを取り巻く芝公園であるとか港区っていう、このエリアの皆さんと、あるいはエリアの施設とですね、一緒になってこの全体を盛り上げていく。また今月21日には国の登録有形文化財となりました。総工費は当時の金額で30億円、エッフェル塔をしのぐ世界で最も高い自立式鉄塔でした。戦後日本の復興の象徴として、高度経済成長の原点として国民に広く親しまれてきたことが評価されました。これで東京タワーがですね、過去の歴史的歪っていうふうなことではなくて、その大事な歴史遺産をですね、我々はそれを引き継いで育てながら、新たな東京タワーというものをですね、作り上げていきたいというふうに思っています。55年間日本のシンボルタワーとして積み重ねてきた歴史と知名度で、東京タワーの存在感はこれからも失われることはなさそうです。